前回の大岡づくら、ずっと狭いところに閉じ込められていたガストさん、もう年の瀬だし解放してあげることにしてみよう。だがこれ大変だったのが、なかなか抜け出せないあいつ、身を削ってなんとか脱出させたところ森が燃えました。はい、どうもこんばんは、カズクラズ。危ないな、街中にいると。あ、でもちょっとずつ離れてってるぞあいつ。もしかすると村に平和が残るかもしんない。あ、これはもう完全に成仏させておこうか。大丈夫？こっち見ないあいつ。怖っ。こんな怖い中でこれガラス壊したことねえわ。やばいやばいやばいなんであいつなんかこの村の守護神みたいな感じになってんだあれ。あ、いや自由なとこ飛んでくってことじゃないの？プレイヤーの位置補足してんのあれ。下手するとこれヒョコリヌのところにさ飛び火してるからさ、俺が全力で守ってやらないとな、ヒョコリヌを。これでもうヒョコリヌに飛び火することはないだろう。あ、ここら辺だな。よいしょ。地味に地面壊れてくからな、これ。ここもか。こういう 3×3 が壊れる。まあ、足りない。3×3 のブロックがね、足りない状態になるんだね、これ。補修完了。これもなんだ、これ、成仏。ほんで、ガッちゃんは、あ、どっかにいんなぁ。まあ、いいか。あ、そういえば。メリークリスマスでいいのかな？それ25日か。いや、本日はね、まあ、クリスマスイブということで、みんな浮かれてるんじゃないでしょうか？みんな歯を食いしばってるんじゃないでしょうか？わかるよ、わかる。本当にダメだと思う。もう彼女、彼氏文化ダメだと思う。このクリスマスイブのね、本当謎。まあ、イブにプロポーズしたのは誰だって話ですけども、いや今日はもうクリスマスイブということで、今日と明日の午前までだったかな。いや、あ、これエンダーチェストすらこれになってんの。エンダーチェストすらこのラッピングになるんだ。でこれ2つつながってるやつはね、どうなるのかっていうと、あ、これ普通のやつね。2つつながってる方はほらこんな感じで緑になんのよ。これこれクリスマス限定ね。まあただそんだけだけど、なんかいろいろ遊び心あるんですよね、マイクロ。さあみんなはね、どんなものもらったのかな、クリスマスで。あー、ほんで本日もねコメントいただいております、ありがとうございます。あ、なんかね、え、もう統合版アップできてるって。つるーつるーつるー。あのさ、足場ブロックっていうものあるとスライムブロックより性能の良いブロックができるとか。いやー、次のアップですごいみたいなのよ。スタートが Java だったからそうなってるけどさ、今現在。羨ましい、統合版。 iPhone とか Switch とかね、そっちが統合版って言われるもんだよね、確かね。またね、なんか画質もちょっといいみたいだね。なんかこっちに比べると安定してるっていうか。ちなみにあの子はどこ行ったの？あれ消えたわ、あの子消えてもたわそういえば前回火事になってしまったんですけども、あれだけちょっとなんとか消化しておきたいよね、ぼや騒ぎだけ。あ、すでに鎮火してる。結構燃え尽きたって感じ。意外に言うほど広がらないんだな、これ。思ったよりかは。カズポコでやらかしてるからな。それとは全然段違い。あっちの方もね、一部燃えてたとこもあったと思ったんだけど、ほら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 。あれ、言うほど燃えてなくね？あ、こっち燃えてますわ。やばいやばいやばい。いいビーフができる。牛さんが近くにいたわ。いいビーフできるとこやった。よいしょーい。待って。この木ごと削ってしまえばいいんじゃないのか、これ。よしよしよし。おーし。まあ、こんで、やりきりましたな、俺は。やりきりましたな。あ、そして夜が来る。そういえば、あのネザーの世界でさ、あのガストの攻撃がピックマンに当たっても何にもならないでしょ、あいつが手出したのにさ。これって現実世界どうなんだろう。やっぱね、視聴者さんからコメントが来ておりまして、カズさんファンからですね、カズさん検証お願いしますと。ゾンビ地上のモンスターに当たるとどうなるのでしょうか。いや、せっかくだからちょっとそれやってみますか。だからガッチさんがどこに行ったかね、ちょっと分かんないんだけど今。まあ、というわけでこの状態で探しに行ってみましょう。まあ、あいつ結構ね、声が大きいからね。それで気づけるときは気づけるんだけどね。って言うからね。あ、いる！どこだ？ん？こっち方面からなんか。うわ！真上にいた！あれ、どうしろって言うやん。あれ、無理じゃね？当てんの無理じゃね？あれ。ちょっとついでにさ、あの、謎のリングとか壊しに行ってくるか。おい、当たんねえよ。もうあいつ限界高度近くまで上がってるじゃん。おい、やべやべ、あいつ上に上がるともう止めどない世界になってしまう。おお、
わわ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 わ、綺麗だった。どこよ。上すぎて狙うとかそういうレベルじゃなくなっちゃったよ。ほらあいつ星になりたいのかな。いや可能性あるよね。おいおうおうお前ちょっと高度上げすぎじゃない。高度上げすぎ問題じゃない。あやっべや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 べ、まずまず、今お寺に行った、神社に行ったよ。お前もうちょっと降りてこいって。お前おいちょっと、お前何にもできねえって今回さすがに。いやほんと困ったもんだ。やってみようと思ったらできねえんだもんこれはまた限界高度の方に行っちゃってるでしょう。でもほんと離れないねこれ。ちょっと上空の方には行っちゃったけどさ、どうなん、プレイヤーの方に寄ってくる習性はあんのかなあれ。うんな、この時に、あ、まあこれ行きましょう。太郎太郎さん、餅に砂糖醤油つけて食べる人。いやーこの餅問題ありますよね。いや昔はね結構ストーブ、石油ストーブの上で餅焼いてとかよくやったんだけどさ、みんな何で食べるよ。いやでもほんといろんな種類があるから、あえて言うなら、まあ、シンプルなとこでいこう。ナンバーワン醤油、ナンバーツー醤油砂糖、ナンバースリー砂糖のみ。あーみんなは何で食べるのかな。やっぱ男ら黙ってさ、無駄な味はいらない、砂糖一択だとか言ってきたら、あの子どっか下がってきたかね。これ、あ、下がってきたかもしんない、あの子。おい、こっちだ、もうちょっと降りてきてくれ。おーい、おーい、ダメだ、ありゃ本当に自由になったわ、あの子。こっちを攻撃するわけでもなく、なあ、もう一個大変なミッション、いっか。なんとかして地上に連れ戻す。操縦することができるのかな、果たして。なんとなく方法は分かってんだ。来た、これだ。釣り竿で引っ張る。ほんと真上にいんな、村の。いやいや、おめえ高度にどんだけいんの。 お前限界、待て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 、限界高度すぎてお前うつんねんだけど。ちょっとお前、ちょっとお前、これ限界高度だから、ほらお前も見えねえし俺も見えねえよ。ちょっとこれで、あ、引っ張れた。これは大変だぞ。これはお前を救いたい。待ってろ、これで引っ掛けで、よし、くー、やべ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 、まず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 、数の子村が大変なことになっている。火を消せみたいなものを、やべやべやべ、まず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 、やべやべ、これ大丈夫か、ここ。あーなんか燃えてる、確実になんか燃えてる。あでもこれ燃えないやつか、素材的には。くそー、ゾンビ当てんの無理ゲーだわ、どうも。あ無理だわ、あの子もう上空のほんと守護神みたいになっちゃったんだもん。神が降りてきたぞ。あ野球ごっこしよっか、神を野球ごっこしましょう。はい、当たりませんよ、私にその程度の球当たりませんよ。さあもう一丁来てください。やっぱね、もうマイクロプロになってくるともう当たんないよね、ガストの弾は。もう 100% 打ち返せる。あれまたまた髪が上に上がりつつあるわ。いや意外に打ってこない。あ髪をまた、危ないで、あっ、ちょっと今髪に当たるかもなと思って、危ないなと思って。ほらいいですよ、その図別の方向に打ち返しますから。ほら、これ方向操作できるんだな、これ。髪に当たらないようにさ、跳ね返すっていうか、はい、いいですよ、芯をずらして私は反射しますから。はいはい、おお、うまいですね。あら、また髪をスプラッシュ入ります。髪をそろそろです、今こそあのメテオを口から吐き出すのです。おやおや、ちょうどいいゾンビが。それはダメだろ。おやおや、
やっぱり神は神なのですね。もはや私の言うことなど聞いてくれません。またどっか限界コードでも行かれたのではないでしょうか。本当にねえの。ま、というわけで本日こんな感じでね、終わりたいなと思います。いやー、非常にね、あの素敵な企画でございました。クリスマスイブらしい星になってしまったと。彼もサンタだったのではないでしょうか。おっと、なんかうまいみたいな。まあ、というわけで本日はこんなとこで、またお会いしましょう。素敵なクリスマス楽しんでってください。うーい。あ、そして本日はね、多分だけども村内放送ありますよ。村内放送知ってる方だけ、もしよかったらまた見に来てください。ブーイ。